はい、こんにちは、花です。この動画ではですね、毎回ウェブライティングに関するお話をしてるんですが、ウェブライティングの案件って本当にたくさんあるんですよ。クラウドソーシングのサイトをちょっと検索すれば、すぐにいっぱい出てくるんですけれど、中にはね、いい案件もあれば、そうでない案件もあって、まあ、できれば、ちょっと、それは引き受けない方がいいんじゃないかなというような案件もありますので、それをどういうふうに見分けたらいいかとか、そういうことに関して今回の動画ではお話ししたいと思います。で、ウェブライティングを始めたばかりの人にとってはですね、報酬がたとえ、多少安くても、とにかくね、仕事を取っていくことが一番大切になってきます。やはりどうしても最初は、経験がないとなかなか、条件がいい、ライティングには採用されにくいので、どうしても業績を積み重ねてね、自分のキャリアをアップさせていかないと、なかなかどん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 いい案件には取りかかれないのが現実です。で、ですから、どんな案件であっても、どん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 取っていくと、そういう姿勢は間違っていません。ただですね、中には、やはりどうしてもね、ちょっとあまり、効率が悪すぎる案件だとか、ちょっと怪しいの、このクライアントさんというような場合もないことがないんですよ。で、長くクラウドワークスとかね、クラウドソーシングとお仕事していると、向こうからスカウトが来ることもあるんですね。で、普段いつも応募要項を見て、こちらから応募するということが多いんですけれども、そうじゃなくて、クライアントさんの方からライターさんを名指しで指名で、こういう案件があるんですけど、どうですか？見積もりしてもらえませんか？というふうにお話が来ることがあります。これ比較的早い段階でもあるので、別に自分がプロだからとかね、自分のスキルがすごいからとか、そういうことが条件でやってくるというスカウトとは限らないですね。ただ、まあ、そういう案件の中でも、やはりそういうスカウトが来ると嬉しいじゃないですか。嬉しいので、つい、やっぱりちょっと引き受けてあげたいなとかいうふうな気持ちになるんですけれども、でも実際引き受けてみると、後になって、あ、やっぱりやめとけばよかったというケースもないわけではありません。というわけで、今回はですね、ちょっと待った、その案件、ウェブライティングでノーというべき案件とはどんなものか、これからお話ししていきますね。はい、まず一つ目。いつまで経っても低単価の案件ということで、結局報酬単価がいつまで経っても上がらない案件とか、クライアントさんのことです。もちろんクライアントの方にも予算がありますので、一記事あたりの単価をできるだけ低く抑えてあげたくないという気持ちは分かりますよね。でもね、いつまでも同じ単価で安い報酬でやっていくと、どうしてもこうライターとしてのモチベーションが下がってくるわけです。継続して書いても書いても月収は増えませんからね。もちろんスピードアップしてタイピングも上手になって、で、一記事あたり早く、仕事を終わらせられるようになれば、どん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 数をこなして、まあ、月収を徐々に上げていくこともできますけれども、やはり報酬単価というのはね、自分のそれまでやってきた業績に対する評価の反映でもありますので、まあ、人間同じ単価同じ報酬ではなかなかね、継続できないという辛いというのがあります。最初はね、もちろん経験がないので、低単価でも仕方がないと思うんですけど、やはりね、スキルアップしたりとか、経験が積み重なっていくと、少しでもね、報酬単価がこう徐々に上がらないと、気持ちがこう、萎えてしまうじゃないですか。ね、そこでモチベーションがキープできなくなって、ライターさん辞めていく方っていうのは結構いらっしゃると思うんですね。ですので、やはり少なくとも、契約更新というオファーがあったときに、単価が上がらない場合は、ちょっと継続をお断りすることも考慮した方がいいかもしれません。単価の安い案件ばかりやってるとですね、結局単価の高い仕事のオファーとかスカウトが来た時に、もう自分のキャパシティがいっぱいいっぱいで、取りたくても取れない、お引き受けできないという、そういうマイナス面もあるんですね。ですので、まあ、単価に関してはほどほどに、ライターとして継続していく限りは、徐々に少しずつでも単価が上がる方向でやっていくことをお勧めします。2つ目、これかなり基本的なことです。
なので、さらっといきますけれども、クラウドソーシングでライティングを受ける際にですね、クライアントのレビューをやはり参考にすると思うんですよ。で、その時にあまりにも評価が低いクライアントはやっぱりちょっと考えもので、中には本当に質の悪いクライアントさんもいてですね、それはクラウドソーシングの方でも結構監視を強めているというふうなことになっているんですが、やはりそこはマルチ商法ですとか、クライアントさんの何か収益が上がるようなアフィリエイト案件とかに参加しないと仕事にならないとかね、そういう悪質なもの時もあります。で、時にはですね、本当に突然連絡が来なくなるクライアントさんもいるんですね。記事を納品したのに全然音沙汰がないとかね、その記事はどうなってるのか、報酬もちろん入ってこないし、みたいな、そういうケース、最悪のケースもあります。ですので、まず、クライアントに応募するとき、もしくはスカウトがあったときには、そのクライアントさんのプロフィールを見て、評価を見て、そして、その仕事を取るかどうか決定することを、がやはりまあ基本ですね。はい、次3つ目なんですが、テキスト作成以外の作業が多すぎる案件、これもちょっとどうかなと慎重にかかった方がいいと思います。ライティングの仕事として応募がこう出ていてもですね、実際に蓋を開けてみるとテキスト作成以外の作業が多い案件って意外とあるんですね。例えば画像選定とか、あと投稿ツールに投稿して納品してくださいとかいう感じですね。これってこういった単にテキストを作る、文章を書くとかタイピングをするだけの仕事よりもちょっと報酬額がいいので、まあ、魅力的なんですけれども、それがね、慣れている人にとってはいいんですよ。慣れている人だったらいいんですが、そうでない場合、例えばワードプレスの、ね、投稿作業とかなんか、かなり面倒くさいというかね、難しいとか一筋縄ではいかないので、まあもちろん始めるときにはね、こういう初心者でも大丈夫ですとかいうマニュアルをもらったりするんですけれども、そのマニュアルを読むだけで、1時間かかるとかね、そういうこともよくあります。で、一番最初、初めてワードプレスを使うときには、やはりマニュアルを見ながらね、逐一マニュアルを見ながらやるので、どうしても時間がかかってしまいますよね。で、自分がね、もし、そういう、やったことがあるとか、触ったことがあるとか、得意なことだったらいいんですけれど、全く経験がないことだと、もうその作業にどのくらい時間がかかるかっていうのは、わからないですよね、事前にね。そうなると、一件、挑戦してみて、トライアルしてみて、初めて、あ、こんだけ時間かかったとかいうのが分かるわけですよ。そうすると、時給換算にして、最初は報酬がちょっと他の案件よりいいなと思って応募するんですが、実際、やり終えた後、時給換算してみると、むちゃむちゃ時給が低くなってるとか、そういうこともあります。かなりがっかりします。で、もちろん時給だけで全てを決めていいというわけでもないんですけれども、使えるようになればね、そういう投稿ツールとか使えるようになれば、それが自分のスキルとして身につくわけですけれども、やはり仕事を完了した時に、その生産性があまりにも低すぎて、ちょっとショックを受けると、ライターそのものを続けようという気持ちがね、慣れてくると思うんですよね。ですので、テキスト以外の仕事を全く引き受けるなとは言いませんけれども、もちろん個人差がありますので、好きな人はいいと思います。でも、できるだけ、そういう余分なお仕事がない方がいいんじゃないかなと思います。はい、では次なんですけれど、これ結構、中には悪質なクライアントさんも含まれているので、注意してもらいたいんですが、早い段階でね、直接取引を進めてくるクライアントさん、こういう方もいらっしゃいます。クラウドソーシングというのは基本的に仕事の発注側と受注側が直接取引することを禁止してるんですね。考えてみれば当たり前で、クラウドソーシングのサイトはこういう、仕事を発注したい側と受注したい側のこの2社をつなげてマッチングさせて、スムースに取引を成立させることで手数料を取っているわけですよ。そういうサービスなんですよね。だから勝手に直接取引されてしまっては困るわけなんです。
でもね、実際に利用している方としてみれば、やっぱりクラウドソーシングに支払う手数料って高いんですよね。高いなと思います、私も。でもそうなると、直接取引をしてしませんかとかいうクライアントもいるわけです。でね、そう言われた時にどう反応するかというのは、そのライターさん次第で、最終的には自分で決めてくださいということになるんですけれども、私は直接取引はトラブルが多いので、よくよく慎重に対応した方がいいと思います。基本的にクラウドソーシングはそういうことを規約で禁止しているので、それがクラウドソーシングサービス側にバレてしまうと、どのようなペナルティが課せられるかは分かりません。で、そういうふうに直接取引することによって手数料とかね、余分なコストがかからなくて、もしかしたら手取りの報酬がアップするかもしれませんが、でも最初は良くてもしばらくしてからね、いつの間にか依頼が来なくなったりとか、そういうこともよくあるんです。で、最悪記事を納品して、その後報酬支払ってもらえなかったとか、そういうトラブルも聞かないこともありません。ですので、少なくとも、もう早い段階から直接取引をしましょうと、直接取引じゃないとできませんみたいな、そういうね、ちょっとプレッシャーをかけてくるようなクライアントは、ちょっと用心する方がいいと思います。で、次は、レギュレーションが細かすぎる案件というふうに書いたんですけれど、ライティングの案件で、まず、大体どのクライアントさんも、最初応募して、第1回目に採用が決まるとですね、ライティングマニュアルというのは配布されることが多いんです。もちろんマニュアルがなくて、もう口頭でこう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 書いてくださいというふうに簡単に指示されることもあるんですけれど、特に初心者のライターさんとかね、未経験のライターさんの場合、やはりライティングマニュアルを読んで、それにのっとってやってくださいというところが多いです。で、比較的に大手企業が運営するメディアとか、そういうケースの記事作成ではマニュアルはよく出てきますね。でも、中にはですね、ライティングの規則がすごく細かいマニュアルがあってお願いしますって言われることがあるんです。で、そのライティングの規則、細かい規則のことをレギュレーションと言ったりするんですけれど、例えば文章の段落の文字数とかね、タイトルや見出しの付け方とか文字数とかね、あとは漢字を使うべき単語、そうでない単語の指示とか、あと数字や括弧は半角もしくは全角どっちなんていうふうに、それはよくある話なんですけれど、そういう細かいことがいちいち全て示されていることって結構ありましてですね、クライアントさんの方からしてみれば、それもわかるんですけれども、多少の決まりはいいと思うんです。必要なことだと思います。で、プロのライターとして対応することは、それもスキルの一つだと思います。ただ、あまりにも細かすぎたり、マニュアルが長すぎると、ちょっとね、引いてしまうところもありますね、実際。マニュアルを読むだけで、例えば30分とか1時間かかるとか、そういうふうな感じになると、慣れるまではね、記事を書きながら、マニュアルをチェックしつつという感じで作業を進めていきますので、普段タイピングで例えば1000文字打つのに15分で大丈夫な人でも、やっぱマニュアルを確認しながらやると、やっぱ30分とか45分とかかかってくるわけですよ。そして、そのマニュアルをクリアしていない点があればですね、その記事納品した後に修正依頼かかることがあります。で、ライターさんによっても個人差があるんですけれども、私の場合はですね、一度マニュアルを読んでみて、で、ざっと読んでみて、大体把握できるとか、大体頭に入るぐらいのボリュームであれば、お引き受けしますが、あまりにも長すぎて、記事作成しながら、逐一、一文字一文字確認しなきゃいけないような、そういう細かいマニュアルはね、ちょっとね、お断りするようにしています。これも自分の、スキルというかね、どの程度まで許容できるかという、そこにかかってくると思うんですが、やっぱり、レギュレーションとかマニュアルが細かすぎる案件は、ちょっと最初の段階で、どうするかという態度を、ね、はっきり決めた方がいいかもしれません。で、それに関連した感じなんですけれども、修正依頼が多すぎるクライアントというのもちょっとしんどいですね。ウェブライターをやってると、クライアントから納品した後に修正依頼が入ることは珍しくありません。
でもね、あまりにも修正が細かすぎるとですね、ちょっとどうかなと思うんです。まあ、当然ですね、修正回数が多ければ多いほど時間を食うわけです。で、もちろん修正依頼が来ないようにね、記事を作成するのがライター、プロライターの責任なんですけれども、でもこう何回も何回もやり取りしていても、それでも何回も修正がかかるということはね、やはりそのクライアントの相性がそもそも良くないのかなとも思いますね。で、修正依頼があって、それを理由でライティング案件をお断りするって、それってちょっとどうなのかなと思われるかもしれないんですけれども、自分の都合でね、一旦引き受けた案件をキャンセル、そこまでするみたいな感じに思うかもしれないんですが、私は実際断ります。あまりにもひどい場合ですね。で、まあ、たとえ現在進行中でも、あまりにも修正が多すぎて、例えばライティングしている時間の倍の時間をかけて修正しなくちゃいけないとかね、もう全部書き直しとかね、例えば10本納品して10本全部書き直しとか、そんなこと言われたらもうやる気しないですよね。で、実際に現在進行中の案件でも、もうそこですみません、キャンセルさせてくださいと言って、キャンセルさせてもらったことはあります。で、修正が多すぎるクライアントにいつまでも付き合ってるとですね、最終的にその仕事が完了した時に、やはり作業時間に関する報酬が低すぎるという結果になってしまうので、やはりちょっとね、唖然としてしまうというか、呆然としてしまうというか、私は何をやってたんだろうみたいな。まあ、そもそもライターさんというのはお金をもらって、で作業するわけですが、別にクライアントが上司で、私たちはクライアントの部下とかそういうわけじゃないんで、結局いつ辞めても別に問題ないんです。で、クライアントさんは他にもいくらでもいます。その人だけじゃありません。で、修正ばかりの案件を最後までやってね、で結局まあ、このライターさんまあまあだったねみたいな低評価がついてしまうと、かえって自分のスキルとかキャリアにとって良くないこと、影響が出ることの方が多いと思うんですよ。ですので、もうさっさとね、断って、次の案件を新しいクライアントの方を探す方が効率がいいんじゃないかなと考えたりします。で、最終的にはですね、報酬金額と修正の回数の多さ、あとは修正の、まあ、内容ですね。で、必要な作業時間、まあ、それを天秤にかけてですね。で、やっぱり自分としても面白くない案件はお断りすることをお勧めします。大体ね、一緒にこう仕事をする人を選べるのがフリーランスライターのメリットなんで、もうこの人ちょっとしんどいなとか嫌だなと思ったら、そういう時はね、もうさっさとキャンセルして大丈夫なんです。はい、では次7番目になりますが、自分の貴重な体験談を書く仕事、これは私はお断りすることをお勧めします。これ何でかというとですね、私は実はウェブライターから今はブログアフィリエイトのことを勉強してブログを書くようになったんですけれども、今でももちろんライターの仕事は細々と継続していまして、まあブログとライターと2本から2本の方法、2つの方法で収入を得ています。で、ライターさんのお仕事の延長線上にブログを書くという仕事もあると考えているんですね。ですので、できればこの動画を見てくださっている方にも、将来は自分のブログを作ってですね、それを収益化してほしいなと思っています。それは何でかというと、ライターとして得る収入と、ブログから得る収入っていうのは性質が違うんですね。ですので、ライターさん、ライティングとブログアフィリエイトという2本の収入源を持っているということは、結構大きな意味がありましてですね。そんなわけで、ライターさんにも、いつかはね、自分のブログとして、ブログアフィリエイトをやってほしいなと思っているんですが、ブログアフィリエイトはですね、もちろん簡単ではありません。でも本当に書くことが好きな人ならできるお仕事なので、大きな可能性を秘めています。で、多分ライターをやっているといつかね、
本当に書くことが好きでライターやっている方の場合、自分の好きなように記事を書いてみたいと思うようになると思うんですよ。そういった時に、どうしてもライターさんって、人のクライアントのこう意向をとって、クライアントさんが欲しい記事を書く仕事になりますので、なかなか自分の書きたいことって書けないという環境にあるんですが、自分のブログを運営している立場で、ブロガーさんはね、自分のためにブログ記事を書くことができるので、自分の本当に言いたいこととか、自分の意見とかを世の中に発信することができるんですね。で、そこでアフィリエイトを関連してビジネスと展開していけば、そのブログから収益を得ることができるわけです。で、そういうブログアフィリエイトをする際に、なって初めて多分、ひしひしと実感できると思うんですけれども、自分の貴重な体験って本当に大切なんです。本当に貴重で、本当に価値が高いんです。ブログアフィリエイトというのは、自分の体験談がお金に変わる世界なんです。ですので、もし、何か特別な体験とかね、まあ、そんなにむちゃむちゃ大きな体験じゃなくても、普段の日常的なことでも構わないんですけれども、そういう体験があるんだとしたら、それはライターの案件でたった数百円とかで記事にして売ってしまいってほしくないなと思います。で、まあ、誰でも特別なその人だけの体験というのは持っているもので、それって実は大きな潜在的な価値を持ってたりするんですね。例えばですよ、国際結婚とかね、国際恋愛とか、まあその他に特殊な状況での転職活動とかね、で借金をして自己破産したとか、夜逃げしたことがあるとか、でそういう経験ってあまり普段普通の人はしないと思うんですけれども、そういう経験があるという場合、それは将来、自分がやるかもしれないブログのために温存しておいてほしいなと思うんです。将来自分のブログ記事として書けば、もしかしたらとても大きな収入をもたらしてくれるかもしれないからなんです。はい、では以上になりますが、ウェブライターとしてですね、特にちょっと慣れてきたという方に気をつけてみてほしい、こういうクライアントのこういう案件はお断りした方がいいかもしれませんよという話をしてみました。で、まあ、ウェブライティングに関する具体的なスキルアップの方法とかですね、効率的に稼ぐ方法については、この動画で継続して定期的に配信していきたいと思っていますので、よければね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また私のブログでも詳しく書いていますので、またお時間のあるときにブログの方も見ていただけたらなと思います。ブログの方は www.writer-biz.com になります。では、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。